じゃあどうするこれもう入れちゃう今こっちのひ入れましょう。はい、3人表記されてるので1回全員呼んでみます。はい、はいはい、3人だけだ。はじめまして。4人いらっしゃいましたね。あ、すいません、お待たせしました。と一人一人じゃあ行きますか。藤森力さんですね。はい、こんにちは。89年3月ってことは88年世代、ハンカチ世代ですね。あ、そうです、はい。ハンカチ世代ということは、さくらと同い年。そうですね、そうだと思います。同じ学年の、なるほど。続いて、伊藤さんかな。はい、はい、伊藤さん、伊藤和則さんですかね。伊藤さん、和則。93年ということは、27。27歳。年下ですけども、その辺はどうですか、さくらさんが年上になりますけれども。全然年上の方、好きです。はい、あ、年上大歓迎だと。わかりました。それで、直樹さん。はい。あ、株屋 FX でっていう方ですね。そうですね。あ、はい、あ、大金持ちの人だ。いや、大金持ちじゃないです。なるほど、なるほど。はいはい、80年だから我々の5個下だから40歳松坂世代今年、はい、今年40歳の年の方、はい、谷尾さん分かりました。そして田辺さん。はい、田辺さん。お年は？あ、今28です。28歳。はい、田辺さんも年下ですけれどもその辺は関係ないよと。あ、そうですね、年上の方大好きなんで。はい、田辺さんはあれです、一番誠意を感じた方ですね。こうも、あ、田辺さん、あれ、面白そうの控え室にいるわけじゃないですよね。いや、立ってるけど。そこを参考にして、ちょっと今回作ったんですけど。なんか、今日なの的にすごいセンスだな、そこを参考にして作ったなら。面白いですからね。わかりました。この4、お4方ですね、後半戦は。はい。はい、誰も酔ってませんよね。とりあえず、前半に一人ね、酔い散らかして退出した方がいるんですよ。そうだったんですよ。レッドカード出してね。さあ、じゃあまず一人一人、簡単な自己紹介と改めてさくらへの思いを教えてください。力さん。あ、はい、藤森力と申します。はい。職業はカメラマンやらせていただいてます。カメラマン、ね、おー。婚礼の撮影があって、ちょっとギリギリで。あのアパホテルに今いる状態なんですけれども。ええー。アパですか。なんか見た壁紙だなと思ったらアパで、ね。はい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 。さあ、そしてちょっと桜井の思いみたいな。あ、はい。そうですね。いつも寿司ボーイズさん見させていただいていて、はい、そこまでなんですかね。あの桜井さんのえ、まあ、笑顔の良さとそのピュアなところですよね。なんかその純粋に、うん、まあ思ってることをちゃんと言えたりだとか、まあその、うん、もちろんいろいろあると思うんですけれども、そういったピュアなところなんかすごく。うん、こっちも癒されるというか、一緒に楽しんでたのかなっていうところがたくさんあったので、今回、役に応募させていただきました。あれは、ね、おー、なんか話してるのずっと見てたら、つんくさんに見えてきたな。あ、似てる。さあ、じゃあ、和則さん。はい。僕も寿司ボーイズさん見させていただいてて、ありがとうございます。ありがとうございます。桜鍋さんが登場してから、なんかずっと気になってしまっていて、まあ、笑顔がすごい素敵だなっていうのと、まあ、あとはなんかすごい、まあ、僕が言うのもあれなんですけど頑張ってるなっていう、そのもうやってる顔にはめてるやつとかも、なんかもうすごい真面目な感じも 出てますし、好印象持ってて、こういう企画があるな、あるっていうのを見てすぐちょっと応募してみたっていう感じですね。なるほど、いいですね。さあ、直樹さん、お願いします。はい、10年以上トータルテンボスさんのファンなんですけれども、ありがとうございます。あのレモンティーのいたずらで初めて桜鍋さんを拝見して以降ですね、はい、まあ容姿がタイプだったっていうのもあるんですけれども、まああのコーディネート対決以降ずっと買っていただいた服を着てるっていう、うん、その、うん、あのピュアさがすごい可愛いなと思って、お、はい、と今回まああの応募させていただきます。なるほど、ありがとうございます。さあ最後、田辺さんお願いします。改めまして、田辺と申します。本日はよろしくお願いします。はい、あら、そうですね、さくらさんはやっぱ皆さん多分同じだと思うんですけど、やっぱ純粋なところですね、うん、で、まあ大体あの人って年齢を重ねていくにつれて
ちょっとずつ汚れていっちゃうかなと思うんですけど、さくらさんはそれを感じないというか、すごいなんか童心に近いものも感じますし、うん、そこにすごい惹かれたっていうのもあって、まあ、あとやっぱりちょっと天然なところとか、可愛らしさがすごいあるので、うん、なんかこんないい方いらっしゃるんだなっていうことで今回ちょっと応募させていただきました。なるほどね。例えばその会社員っていうことなんかありますか？教えていただけることできますか？そう、3つやってまして、1個は企業で仕事でやってるのが1個あって、1個が、CTO っていう役員で、技術の対抗責任者みたいな形でやらせてもらってます。へぇ、2社の IT 企業掛け持ちか。へぇ、お若いのにね。あ、そして、和則さんがサッカーコーチですよね。そうです。はい。なるほど。さあ、こんなお四方ですよ。さくらさん。はい。まずさくらさん、聞きたいこといいですよ。はい。趣味は何ですか？趣味教えてください、リキさん。アウトドアが多いですかね。キャンプ行ったりとか。まあ、あとはスポーツ観戦だとか、もともと野球やってたりするので、あと写真撮ることは、まあ、仕事なんですけれども、撮ること自体が好きなので、どっか写真撮りに行ったりだとか。アウトドアって言いますと、キャンプ、一人キャンプとかですか、今流行りの。そうです、ソロキャンも本当に、まあ、まだ数少ないですけど、何回か。ソロキャン。みんなで行くキャンプはイエス・ウィキャンでしたっけ？いや、ウィスキー・ウィキャンじゃないですよ。じゃないですか。ソロキャンはまた違いますから。違いますか。なるほど、キャンプね。そう、伊藤さん。はい。僕はお酒飲むことですかね。おお、うん、とか酒ね、いいですね、いいです。何が好きですか、お酒は。酒は全部好きなんですけど、日本酒とか、うん、おお、好きですね、結構。ワインも好きです。ワインとか日本酒ですか。そんな奥さん。はい、僕は映画鑑賞と、あとトータルテンボスさんの追っかけですかね。ありがたいですね。そんなに好きでいてくれてたんですか。今まで見た映画で一番好きな映画って言ったら何でしょう。はいはいはい。ご存知かどうかわかんないんですけど、1996年のジョン・トラボルタが出てるフェノミナンっていうラブストーリーの映画が大好きです。ジョン・トラボルタのラブストーリー、はい、見てないな、うん、僕も結構映画詳しいんですけど、はい、どれかわかんないな。一応アメリカでは大ヒットしたんですけれども、アメリカの映画あったな。ちなみに藤山さんは映画好きって言ってましたけど、一番好きな映画は何でしょうか。僕が一番好きな映画ですか。のび太と恐竜大作戦です。やめちまうな。二度と映画鑑賞趣味とか言うの。全然知らないくせに。そうですよ、さん。それで映画好きとか言っちゃダメですよ。え？全然。ねえ、歌舞伎さんも、はい、歌舞伎さんは好きなんですか。僕も大好きです。結構いますね、はい。あ、ちょっと一番好きな映画教えてもらっていいですか。ターミネーターです。二度とお前かざすな。それも言いづらいわ。お前けどそれもマジで天ぷらに語弊が生まれるわ。 誰でも知ってるわ。まあ、やっぱ2は誰でも見てるの言わねえんだよ。深みのある映画で言わないとそのダメだからね、やっぱり。あ、忍さんはさすがに映画好きなんですか。作家ですからね。あ、俺は、マッドマックス2です。派手なやつ。はい、爆発して、はい、スリルがあったら何でもいいと思っています。ねえ、そう、買いました。ちょっとまあ同じ路線だったんでね。あ、しまった。勇気を出して前に行ってこんなことになってしまった。黙った方がマシだった。同じ路線かって思いました。そして田辺さん。はい、僕3つあるんですけど、1個目が動物が好きで、特に猫なんで、猫、ここにちょっと見えるかわかんないんですけど、キャットタワーがあって。キャットタワーだ。キャットタワーか、あれ。2つ目が自転車が好きで、ロードバイクとかよく乗って出かけてたりします。で、3つ目が結構甘いもの好きで、例えばスイーツ食べに行くとかが結構趣味です。スイーツ巡りね。強いな、さすがだな。また山親方と言ってますね。さあ、そんな感じですけども、一応趣味の段階でさくらさん、一番合いそうな人はいますか？趣味だけで。はい。そうですね。すいません、はい、ちょっと
メモしてなかったんですけど、また忘れたんですか。え？どなたを忘れてますか。リキさんは何て言いました、さくらさん。リキさんの趣味言ってください。いや、ちょっと今思い出す。忘れてますね。まあまあ、リキさんはまあ一番最初だしね。はいはいはい。もしかしたら忘れちゃったのかもしれない。じゃあ、伊藤さんは伊藤さんは、はい。キャンプでしたっけ。キャンプは言ってません。キャンプはその前、リキさんです、キャンプ、ソロキャンは。キャンプ、あ、アウトドアが好きだっておっしゃってましたね。リキさんはね。そうですよ。伊藤さんは？伊藤さんは、はい。ヒントを。ヒントとかじゃないですか？いやいやいや。これヒントじゃないんだよ。ヒントじゃないんだよ。それで当たっても。私が伊藤さんの立場だったら、ああ、もうダメだなって気持ちになっちゃう。なっちゃうよ、これ。なりますよ。しかもあなたが聞いた質問ですよ、これ。そうなんです。はい。いや、なんか映画の話で私もボケた方がいいのか考えてた。あ、そっちの考えで。あなた今日、今回ボケなくていいですから。すみません。ちゃんと選ぶ目線で言ってください。伊藤さんはお酒でしたよ。はい、あ、そうですね。ワインとかも飲まれるんですね。ちなみに映画だったら何で、何の映画を言おうと思ってましたか？私は2つあったんですけど、はい、1個は日はまた昇るっていう西田敏行さんが出てる映画か、うん、スパイダーマンの一番新しい映画のどっちかを言おうかなと思ったんですけど、うん、はい、どっちも微妙そうだったんでやめました。昇るを言われたらへーってそれなりに好きじゃんってなっちゃってると思うんですね、うん、それなりに好きなんかいっていうボケってことですね。はい、あ、違うみたいよ。いや、狙ってるボケだったらちょっとよくわからない。そして田辺さんの趣味は覚えてますか？はい、3つありました。はい、1つ目は猫を飼っている。猫、うん、はい、2つ目はロードバイク。おお、はい、で、3つ目がお酒が、うん、あ、違います。お酒？なんかカウンターがどうのこうのみたいな。カウンター？なんかその椅子があるテーブルが、うん、キャンピングカーでしたっけ。キャンピングカー、キャンピングカーの話は一言も出てませんよ。誰も言ってない。キャットタワーね。あ、キャットタワーです。キャットタワーが趣味じゃないですよ、ね、猫の下りですよ、それは。キャットタワーが趣味なのだけですよ。あ、今理解できました。一番最後に言ったやつが忘れちゃったんだ。なんて言いました？すいません、また聞き、また答えてあげてください。すいません。スイーツが好きで。あー、思い出しましたか？完全に、はい。じゃあ、付き合ってきた人数聞きますか？うん、はい。はい、リキさん。5人ぐらいですかね。5人。はい、おいくつ万円でしたっけ。32ですよね。12ですよね。5人、まあまあ平均ですかね。じゃあ和則さん。僕6人ですね。おお、6人ね。直樹さん。僕は3人です。おお、3人。田辺さん。2人です。2人、装飾系。ああ、CEO が2人は嘘くさいな。でも、いや、嘘くさくないですよ。確かね、6年やってた彼女と、そういうのがありました。文に書いてありましたね。マイナーだったんですよね。でも、あ、ちょっと待ってください。何、はい。帝道ですか？はい。え、田辺さん、帝道？田辺さんかか。DT？DT だったんですね。それはなんで？あの、彼女と前付き合ってたときに、ああ、そうかそうか。入れるのだけは、その、結婚した後がいいって言われて、それ以外はもう散々やったんで。うん、それ以外は散々、散々入れる以外は。なるほど。バージニアなんでね、ちょっとやっぱり。そうか、田辺さん、そうか。どうですか、藤山さん、なんか。出身とか聞いときます？それはいいですね。出身？まあまあ別に、まあ一応聞くことにはね。まあ今住んでるところっていうのを。なるほどなるほど、在住はどこかと。付き合うとなるとやっぱり。そうですね、距離もね。距離がね、一応。
あ、じゃあ、リキさんから。あ、今は神奈川に住んでます。おお、じゃあ。はいはいはい。単調出身は？あ、出身も神奈川です。ただ去年までシンガポールに住んでて。ガポールですか？はい。で、大学がハワイだったので、ハワイに6、7年ぐらい住んでたりとか。すごい華々しい経歴。わかりました。そして、和則さんはどちら？出身が愛知県名古屋市。はいはい。はい、今住んでるのが千葉県です。あ、千葉、うん、なるほど。全然。あれ、千葉市。あ、いや、伊藤さん、今、ルミネ吉本の楽屋から配信してます？確かに、うちもそうだけど。似てますよね、パーテーションが。はい、パーテーションみたいになってる、はい。ちょっと似てるなっての言いたかっただけです。直樹さんは？僕は三重県出身の、今、三重県在住です。あ、三重県。三重県在住か。田辺さんは？埼玉出身で、今、東京にいます。ほら。あー。なるほどね、そちらのお住まいが東京ってことですもんね。さあ、さくらさん、何聞きたいですか？はい、質問します。はい。来ましたよ。睡眠時間はどのくらいですか？一応ね、すっとんきょうに見えて、ちゃんとね、聞きたいんですよ、彼女は。問診？え、なんかやっぱり皆さん、お忙しい方が多そうだなと思ったので、うん、やっぱきちんと寝られてる時間があるか、はいはいはい、心配というか。なるほどね、早死にされても困るってことだよね。はい、健康は大事です。なるほど。先ね、順調にお付き合いして結婚とかして早死にされたら困るから。添い遂げる、添い遂げるつもりで聞いてますね。そうですよ。うん。ゆきさんどうですか、睡眠時間。一日平均。よく寝るんで、7、8時間ぐらい寝てますね。おぉ。そんなね、持たないタイプ。そして伊藤さん。6、7時間ぐらい寝てます。6、7時間は寝てる。直樹さん。僕はさくらさんの必要時間の10時間ぐらいは。田辺さん、うん、もう結構寝るタイプなんで8時間から10時間ぐらい寝てます。寝れますか、そんな2社持ってて。結構寝れますか。この腹筋なのかな。常に起きてるイメージだけど、IT とか寝てます。結構寝てんだ、ね、ですか。みんな寝てたよ、さくら、うん、どう、これは安心。はい、安心で、ね、しました。他メンバーなんか、忍びなんかが一番ほら、なんかずーっとブー垂れてるから、お前、このお見合い企画に対して。あらやだ。質問してあげてくれ。前半のメンバーにちょっと聞いてたんですけど、あの、僕と付き合ったらこんなメリットがあるよっていうのを、はい、あ、はい、はい、ちょっと、ね、はい、聞いときたいなと思います。そうですね、まあ、趣味が多かったりだとか、いろんなことを挑戦するのが好きなので、あのまあ一緒に楽しめることを提供できたりだとか、まあ、常に笑っていられるような環境を、時間を作れるかなと思います。いいじゃないですか、もう最高じゃないですか、これ。なるほどね。さあ、和則さん。はい、僕は今、中学生を教えているんですけど。お、サッカーをね。はい、そうなんです、はい。結構いろんな変なこと言われても、対応できるというか。うん、あね、生意気なやつらですもんね、中学時代が一番。その沸点が低いんで、全然何言われても楽しく。優しいんですかね。優しいっていうのはすごいポイント高いですよ。そう、直樹さんのアピールというかね、私と付き合ったら。はい。まあ今、時間がいっぱいあるので、ゆっくり交流できるっていう点と、まあ、さくらさんの夢を応援したりとかもできると思いますし。さあ、そして田辺さん。僕は結構性格がすごい、ゆっくりなタイプなんで、なんかのんびりできると思います。本当ですか？ CEO2 つやって、役員1つやってるんですよね。皆さんやっぱりね、いいですね。さあ、もうそろそろね、時間が来てしまいましたから、はい。さくらさん、なんか気になること、これだけ聞いておきたいってのあれば。これだけ聞いておきたいということは、もう十分、十分分かりました？それとも十分は分からないですけれど、うん、うん、まあね、はい、なんでしょう、もういい、最近楽しかったことありますか？いいです、ああ、最近楽しかったこと、ね、リキさん、最近めいっ子ができまして、そうですね、めいっ子と遊んでる時がすごい、なんかほっこりして幸せだなって、なんか単純に幸せだなって、なるほどね、はい、伊藤さんは
そうですね、僕はその生意気中学生たちの試合に勝った時ですかね。楽しかった。あー、いい。いやー、模範ですね、コーチの。わー、いい話。いい答え。うん、まね。さあ、直樹さん。はい、楽しかったことは今週で言うと、寿司ボーイズの動画をまた見れたことと、あと、副業でやられているトータルテンボスさん の DVD が発売になったことと、あと、昨日、新作のテネットっていう映画が公開になったので、早速見に行きました。その3つです。おー、すごいなぁ。それたち入れてくれてるのは嬉しいよね。渡辺さんは。僕は今、猫が7ヶ月ぐらいなんですけど、なかなか、ついてなかったですけど、その前帰ってきたときに猫が寄ってきてくれたのがかなり可愛いなと思って。すごい。いや、すごいですね。それぞれね、皆さん真面目で。さあ、ということで、もうお四方これで終わりますが、何か最後言いたいことがあれば。全然。逆にお四方から質問っていうのもあるんじゃないですか、さくらさん。何でもいいですよ。多いですね。まあ、なんかどうしても聞きたいというのがあれば。レイアン。はい、ベイアンが来てくるよ。いや、田辺さんのことベイアンって呼ぶ関係になってないでしょ、まだ。将来、どんな生活を思い描いてますか？おお。じゃあ、さくらさん。はい。全く考えてません。全く考えてませんでした。まあ、なかったか。まあ、まあ、いいですよ。そういうのね、考えてないみたいです、彼女。ないでしょうね。そう、僕は。今考えました。お、考えた。罪悪感なしで、うん、物事を楽しめたらいいなって思ってます、うん、なんか今のところ罪悪感が出てきちゃうみたいですよ、なんか彼女は。大丈夫ですね。あ、今、リキさんが。リキさん。はい。なんかその、さくらさんが、まあ、生きていく上で大事にしてることというか、あの、大切にしてることとかなんかあったりします、うん、考え方とか、何でもいいんですけど。生きてる上で。座右の銘的な。ないのかな。フリーズした。あ、してない。あ、動いてる。進化考えてるの。考え中です。人間の心。いや、ロボット人間の心。怪物だ。お前ロボットなのか、おい。何なの。人間の心を大切にしてる。最後手に入れるんだろうな。複雑です。今のところは。俺なんか油断しちゃうとなくなっちゃうみたいです、人間の心が。うわ、そうだ、オズの魔法使いだよ、それ。しっかりと手綱を握ってないとね、すぐ人間の心を離しちゃうみたいで。フォロシーたちだよ、本当に。なかなかね、手強い子ですよ。じゃあ、お四方、ちょっとこれをもって、後半戦終了にします。そして、前半戦メンバー3人と、後半戦のメンバー4人の中から、新たに、実際今度はもうお会いしてデートを一人一人行くみたいな、もうそういう段階でしょうから、うん、何人かに絞らせてもらいますんで、はい、発表を持ってっていうことですかね。はい、後日改めて連絡、スタッフから連絡がいきますので、僕はもう大丈夫です、外してもいいですって方いたら教えてください。はい、スタッフの方にメールに答えていただければ。あ、ね、今言いづらいですよね。はい、そうですよね。わかりました。ということで、お四方ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。待ってください。失礼いたします。失礼します。そう。いやー、終わりましたね。ここ全員ですね。結局、何人も選びましたけど、はい、この日が合うのが結局7人。まあ、はい、実際8人だったけど、1人退出ですから、うん、7人。はい。これもご縁じゃないですか、でも。そうですね。いいなって思った人は何人かいましたか？はい。おぉ、笑顔になってる。よかった。これが聞ければよかったですね。全然いませんでした、ね、だったらね。確かにそうでは。あれですけど、何人か。で、俺もいいなって思ってる人いますし。はいはいはい。ちょっとすり合わせてみましょうか、今度。そうですね。今回はこれを一応、この模様をお届けするという形で。はい。はいはい、またちょっとじゃあすり合わせるという回を設けましょう。はいはい、わかりました。ということで、さくらのお見合い企画以上で終了です。結果皆さんまた後日発表しますんで楽しみにしておいてください。また来週、さよなら。